僕今学生なんですけど、来年ぐらいから選挙権が与えられて、でもまだちょっと政治のこととかよく分かってなくて、これから関心持っていかなくちゃいけないなと思ってて、その関心持つきっかけとして、その山本さん個人としてでいいので、そのこの日本 の、 その山本さんが一番なんですか、一番解決というか改善した方がいいかな、そのいろんな課題があると思うんですけど、山本さんの中で一番問題視している日本の課題っていうのを教えてもらえれば、そこから興味持っていけるかなって思うので、ぜひ教えていただきたいです。お願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。岐阜にお邪魔をいたしております。皆さんから質問いただいております。どんなことでも答えます。ただし答えられないときはごめんなさい。誰か教えてください。お時間ない方はチラシだけでもお持ちください。ご質問いただいた方ありがとうございます。もうちょっとしたら選挙権手に入るんだということですね。で、政治に興味持たなきゃいけないっていう意識があるってすごいじゃないですか。すごいですよ。大人でもなかなかそう思わない、思えないって人多いです。私自身政治に対して興味が持てたのは、原発 爆発した年です。36歳の時、今もうすぐ48になるんですけど、もう本当に何だろう、あまりにも大人になっても社会に対して興味を持てなかった自分への自戒といいますか、反省というか、人生やり直しの意味で政治にチャレンジしています。そういう気持ちです。なのでそんな早い時期から政治に対して意識を持ちたいという気持ちになってくださっているあなたに希望を私は持ちます。本当にこの国の、ありがとうございます。で、ご質問いただいたこと、私自身が山本太郎自身が、気になっている一番のテーマは何かということですね。で、簡単に言うと経済問題です。経済ってむちゃくちゃ重要なんですよ。生活と直結してますから。あなたがもらえる賃金ね、あなたが明日生きていくための糧、そういうものに全部つながった話でしょ。で、それらを政治の場でさまざま変化させることができるんですよ。例えばだけど、税金上げるとか税金下げるとか、社会の経済状況、景気が悪いなっていう時に増税しちゃったら、これ景気悪くなっちゃうんです。だって社会にお金が回ってないのが不景気だから、そこで増税しちゃったら回ってないお金をさらに間引く行為ですから、景気が悪くなっちゃう。そんな時にはどうしなきゃいけないんですかって言ったら、お金が回ってません社会にっていう時には、これお金をさらに増やすような行為をしなきゃいけない。そういう、例えば減税ですね。取られる分が減るってことになったら使えるお金が増えるじゃないですか。そういうような調整をしていくのが政治の仕事なんですよ。経済の中において、社会が不景気、お金が回ってない、じゃあ、お金を取らないようにしよう、逆にお金を継ぎ足していこう、公共事業だったりとか公共投資、国が仕事を作ってお金が回るような発注をしてあげるとか、減税しますね、消費税は減税ですとか、こんな物価高の時にはそれを国が吸収するように、給付金を出していきますよとか、そういう調整をしていく必要があるんですけど、どうやらその調整を放棄してるんですよ、ずっと政治が。誤ったタイミングでやっちゃいけないことばっかりやり続けてて、この国どういう状況かって言ったら25年不況なんです。それはご存知ですか、なんとなく。でね、25年間先進国において25年間不況っていう国は実は存在しないんです。日本だけ、さすが日本、いやそういう話じゃないです、喜ばしいことじゃないんです、引くとこなんです。って当時、もうすぐ国葬とやらが行われると言われる安倍総理が現役の時に、私参議院議員で直接質問したんです。25年以上不況が続いている先進国日本以外にあったら教えてください。国会で質問したら安倍さんはございません、そう答えたんです。何かって言ったら、25年間経済失敗続けてる、そういう話なんですね。例えばですけれども、あ、賃金いこうか、世界と比べてみましょうか。はい、これは OECD、 先ほども出てきました先進国グループと呼ばれることもあります。残業代含めた、そのお金をですね、時給で算出してみようと、世界と比較できるように97年から20年間見てみたよってことなんですけど、はい、これごめんなさい、左側は新聞記事からパクってきました。
何を表してるかって言ったら、日本以外の先進国みんな時給上がってんです。でも日本だけ下がってんです。20年以上すごくないですかこれ。つまり何かって言ったら、みんな安く使われてるんですよ。みんな安く使われる。安く使われたらどうなるかって言ったら、収入少なくなるから使えるお金も減るんです。つまりは社会に回るお金がさらに減ってるんです。このスパイラルから25年出れてないんです。日本は景気が回復する前にコロナまでやってきちゃって、そこでの手当も薄いんですよ実は。そこでまた復活せずに物価の高騰まで加わってる。25年の不況、コロナ、そして物価高騰、三重苦が今なんです。で、この賃金の話だけじゃ分かりづらいだろうから、どれぐらい下がってるかってことをちょっと見ていただきますね、具体的に。はい、こちら実質賃金、実質賃金がどう移り変わっているかってことを、95年以降を2017年までざっと見てみると下がりっぱなしなんです。つまり何かって言ったら、良くなってないんです、良くなってないんです。で、他見てみます。所得の中央値、これは厚生労働省の国民生活基礎調査。所得の中央値って何ですかって言ったら、高い所得、そこから低い所得、対極にありますよね、高い低い、その真ん中、所得の中央値で、どうなってますかってことを見てみると、1995年所得の中央値は545万円です。あくまでも中央値ですからね。それが2019年には437万円まで下がっちゃってる。つまり25年の間に108万円低下してるんです。108万円低下、全体的に貧しくなってる。どうしてかって言ったら2つあるんですよ。景気が悪くなれば当然賃金下げる以外ないんです。それに輪をかけて労働環境とかも破壊され続けてきた。不安定な働き方も広がっていった。そういうことですね。やらなきゃいけないことは何かって言ったら、壊されてきた労働環境をちゃんと整備し直すってことが一つで、もう一つは今こそ大胆に国がお金を出していかなきゃいけない。25年壊された社会を、そこにコロナで物価高でさらに壊されていく社会を、この足元をしっかり立て直さなきゃいけないってことです。やらなきゃいけないのは。そのために何が必要かって言ったら、個人とか民間に頼る、こういうやり方をやめなきゃいけない。金を出せるのは国だけなんです。実はあなたの財布の中に入っているお金は日本銀行、政府と協調して作ったもの。もちろんこのコインは財務省が作ったもの。国が作れるんですよお金はね。社会にお金が回ってない時には国がお金を作って、それをしっかりと政策として投下していったり、減税したり給付金出すことによって底上げしていくんです。それによって景気をしっかりと安定させていくってことをやらなきゃいけないのに、日本はそれを怠ってきた。逆に言ったら逆の効果があるようなもの、消費税とか。消費税上げちゃったら消費が減っちゃうんです。消費が減ったら社会に回るお金がさらに減っちゃうんです。あなたが物を買ってくれた駅前のアスティで何か飲食してくれた、岐阜駅前で何かしらね、したらその飲食してくれたお金、1000円払いましたっていうお金で、そのお金はどこに行きますかって言ったら、これ例えばそこでバイトしてる人の時給になったりとか、ケーキを食べたっていうその、なんだろうな、ケーキを作った人だったり、その材料を作ってる人たちだったりとか、コーヒーとか、さまざまなものがあなたが払ったお金によってそれぞれ還元されていくわけですよね、分配されていくわけですよね。消費ってそういう話なんです。お金が社会にどう広まっていくかっていうところの元々には消費っていうこの行為があるわけですよね。これが減るってことは当然社会にお金が回らなくなる。社会にお金が回らなくなれば、企業、事業は、事業者は売上を落とす。売上を落とせば給料を減らしたりクビにする。給料を減らされたりがクビにされたものはお金が使いづらくなったり、お金が使えなくなる。そのスパイラルを25年続けてたら当然むちゃくちゃな国になるわなって。結果どうなったかだけ見ていただきます。すいません、もうこの25年の不況とそれまでの手当というものがむちゃくちゃの中でどうなったかっていうのをちょっとだけ見ていただきます。はい、
こちらも国民生活基礎調査、これは令和3年のものかな、簡易調査ってものですね。で見ていただくと、生活が苦しいと答えている人たちが全世帯の 53.1%、 母子世帯では 86.7%、 これがこの国の現実なんですよ。でね、いや自分は苦しくないから、まあ大変ですねこの人たちは、でも自分はなんとか大丈夫だってホッとできないんです。どうしてか、社会つながってるから、一つの船だから。困ってる人たちが多く生まれたりとか、地盤沈下してる状況がそのまま進んでいっちゃえば、回るお金はさらにこれ減っていきますから、今大丈夫な人も大丈夫でない状況が巡ってくる可能性が高い。つまり何か、逃げ切りはできないってことです。逃げ切りはできない、途方もない蓄財があって、それを海外に逃がせてたりとかするんだったら話は別でも、そうじゃないんだったら全体的に良くなることを政治に求めていくしかない。何か徹底した財政支出、国が金を出すということを今この時期にやらなきゃ、かなり手遅れになっちゃうってことです。